22号本、A 本、総営本、ああ、片っ端入られるんですね。直径十分、西側だけが関猿。はい、入ってみましょう。ずいぶん傾いとるね。これはね、持ち上がれるというよりも傾いとるね、これはな。中入ってみようか。いやー、なんかやっぱり怖いね。これ今にもくる、あ、ここは持ち遅れになってんだ。おお。高さが2メーターちょっとしかないかね。うわ、これは怖いわ。ウヨ1枚までございますか。あ、2枚か。結構大きに引っ越ってくれたんやけどね。下が敷石がガタガタや。あ、片方でかね。はい、奥行きが7、8メートルあるかね。おっとっと、手前はね、1メーター一番低い時はね、1メーターしかないな。1メーター2、30しかないか、一番低いとこね。そんなんでございます。どういうこと、天井席はないけど、これが39号本、ちょっと小ぶりでございますが、袖ないんやね。もう崩れたんだよな、手前が。これね、これちょっとね、崩れかけてるんですよ、ここは。39号本か。これが山形38号本。もうね、周りの、石ももうないですわ。はい、残念。ここは5分も書いてないね。あのね、これが大きいのは何5分かね。これ12号分やったっけ。書いてないね。これ大きいね。手前はどうかね。石なくなってるか。おお、これは綺麗だぞ。この組み方は綺麗な組み方してるね。こんなど真ん中であるのかよね。びっくりしたね。1日3枚か。一応ね、持ち遅れ。ちょっとやっぱ怖いか。随分かませてあるね。袖なし。もう大きいね。幅がどれぐらいあるんだろう。幅が1メーター50。高さ一番高いところで2メーター50ぐらいあるか。2メーター50。この入り口のやつが1メーター5、60とか。もうこんな山歩きのすぐ横に見れるのかね。びっくりしたね。これが12号分やったかね。それからね、2号分に行きたいんだけどね。あ、これか。これもね、杉筒なんだけど、どうなんだろうこれ。あら、大きいね。大きいんやけど、なんかいろんなやつが入ってるね。奥行きが
6、7メートルあるか。ちょっと入れられんな、これは。危ないね。ガラクサいっぱい中掘り込んであんね。結構大きいぞ、これも。大きい使ってくれるんだろう。いやー、もうちょっと早かったんだ。もうちょっと早かったんだね。なんか縦掛けがあるから見れんな。はあ、残念ですね。高さが2メーター2、30あるかね。それはないんか、これ。それわからんな。それなしやね。それなしでございます。